いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2013年モデルメルセデスベンツ E350 ステーションワゴンブルーテック AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントのバンパーボンネットに飛び石がありフロントバンパー右側に下すりがございますまた各ドアエッジの部分に傷があり アルミホイル4本にガリ傷がございます。合わせてリアのトランク部分に傷があり、リアバンパー右側に下すりがございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約3万5000キロ走っておりますので、年式走行距離かみしましても比較的良好なコンディションを保っております。外装色はカルサイトホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。 高い人気を誇るディーゼルモデルの E350 ステーションワゴンでございます。高い燃費性能はもちろんのこと、人気オプションの AMG スポーツパッケージが装備されておりますので、非常にスポーティーに仕上がった一台です。ヘッドライトには標準で LED ヘッドライトが採用されておりますので、デザイン性、視認性ともに優れております。エンジンスペックに関しましては、3リッター V6 ディーゼルターボエンジンが搭載され、 最高出力は252馬力を誇ります。7速のオートマチックのシフトが組み合わされておりますので、ディーゼルモデルらしいトルクフルの走りをお楽しみいただける1台です。アルミホイールは AMG スポーツパッケージ専用18インチのアルミホイルが装備されており、タイヤの山に関しましてはフロントが約6分山、リアが約2分山ほどとなっております。続きましてリアご紹介させていただきます。 リアのテールライトも LED が採用されております。AMG スポーツパッケージ専用のリアスカートが備わっておりますので、リアも非常に迫力を感じられます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。ステーションワゴンでございますので、十分な容量を確保しており、さらに後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。 全体的に使用感もなく、綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはスポーツパッケージ専用スポーツシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングも AMG スポーツパッケージ専用スポーツステアリングが採用されております。 またディストロニックプラスやブラインドスポットアシストをはじめとするレーダーセーフティーパッケージが備わっておりますので安全性能も非常に充実しておりますナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されておりもちろんテレビもご視聴いただけますしバックギア入れていただきますとバックカメラも標準装備されておりますフロント両席シートヒーターが備わっておりますので冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます 走行モードに関しましては、エコモード、スポーツモード、マニュアルモード3段階で切り替えが可能です。続きまして、後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても、目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。もちろんスペースも広く確保されておりますし、シートヒーターも備わっておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、 特におたばこの匂い等いたしませんのでご安心いただければと思います。では今回は2013年モデルメルセデスベンツ E350 ステーションワゴンブルーテック AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきました。外装面若干の傷はございますが走行距離約3万5000キロと低走行でございますのでまだまだお乗りいただける一台です。高い燃費性能と実用性が魅力的な 人気の E350 ステーションワゴンブルーテックでございます。オプションで AMG スポーツパッケージが備わっておりますので非常にスポーティーに仕上がった一台です。またパノラマサンルーフがオプションで装備されておりますのでより開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。お探しの方はぜひともこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。